種の声。薩摩琵琶奏者友吉革新です。これから日本に伝わる琵琶のいくつかをご紹介させていただきます。琵琶は中東から中国を経て朝鮮半島を経て日本にやってきた渡来楽器の一つであります。しかし長い歴史の中、日本オリジナルの琵琶をたくさん生んでまいりました。一番奥にある琵琶は楽琵琶という琵琶で、雅楽の中で演奏されている琵琶です。その次にあります琵琶は、中世にできた平家物語を語る時のみ演奏する平家琵琶であります。そしてこの小さい琵琶は筑前妄想、筑前琵琶の一種で、その中でも小さい琵琶としてお経や物語を語る時に使われていたものが現代に伝わっている琵琶であります。そして一番こちらにある大きい黒い琵琶、これは薩摩琵琶であります。本来はフレットが4つ、糸が4本なのでありますが、近代においてフレットが5つ、糸が5本になることによって、さらにさまざまな表現をするように進化した近代薩摩琵琶と呼ばれている楽器であります。琵琶は王様を2つ書きまして、比べるという字を書きます。そして王様を2つ書いて、巴という字を書きますが、王様ではなくてこのフレット、糸を表した表形文字であります。そして琵琶の琵、比べるという字は上から弾く音、巴は下からすくう音、ピーカー、そして琵琶というように表形文字と表音文字が一つになって作り上げられた楽器であります。特徴としてはシルクの糸を使っています。そして全員この楽器に共通していることは、必ず月があるということです。これは中東で生まれた証拠になるわけであります。そして演奏するピックはバチでありますが、雅楽のバチはこのようなしゃもじに近いバチを使います。そして平家琵琶はこのようなバチを使います。そして薩摩琵琶はさらに大きくこのようなバチを使って演奏をする楽器であります。一番奥にあります楽琵琶は、雅楽というたくさんの楽器の中で演奏するベース的な存在の楽器の一つです。そして物語を語る平家琵琶、お経や物語を語る筑前妄想琵琶、そして薩摩琵琶という楽器が現在伝わっております。金剛道寺の旗押し立てて、紀の国の住人熊野の丹蔵を先陣とし、攻め包みを打ってとうとうと続くは伊予の国の住人、河野道信、四国の天部を率い、いずれも平家十音の実なりしが、たちまちに心変わりして。
源氏に着くよ。白地に黒のささりん堂に立った旗を立てつらげた。
ー